伊賀市人権問題に関する保護者意識調査について、こんなものがねどうも伊賀市で配られてるようなんですね。締め切りは1月28日。保護者の皆様自身の回答内容が外部に漏れることはありませんってあるんですけどね、でもこういうものはね時にこの解放同盟に渡ってしまってですね、なぜか糾弾されるみたいなことがね過去にあったものですから、やっぱりここはねちゃんとね模範回答というものをしてね糾弾されないようにした方がいいかもしれないですね。聞くところによると伊賀市だとねやっぱり行政交渉なんかでも相当こう暴力的な言葉が飛び交ってたらしいですから。さてまず最初はどこに通ってるかですね、学校や幼稚園ですね、あと年齢、これはまあ個人の都合なのでそれぞれ正直に答えられたらいいかと思います。さてあなたは A 氏の人権問題について学習された経験はありますか。ブラック問題、障害者、外国人の人権、これはもう早くね勉強しといた方がいいんで、もうみんな1に丸をすべきですね。学習で印象に残っている内容、まあね、部落出身の講師の方のお話がね大変ね心を揺さぶるものがありましたとか、そういうことを書いたらいいんじゃないかと思いますね。あとですね、現在この社会にはどんな差別があると思いますか。当てはまるものすべてに丸をつけてください。これはもう全部に丸つけるでしょう、障害者差別もう全部差別あるんですが全部丸ですね。ウイルスなどに感染、まあ、このあたりがご時世ですよね、福島原発とかその他、ここにはねアイヌって入れときましょうね。インターネット上へ差別的な書き込みや差別的な発言を見聞きした経験がありますか。これはもう1、2両方に丸ですね。よろしければ経験したことをお書きください。鳥取ループ自転車という悪質なサイトを見てしまったとかな、そういうふうに書いたらいいでしょう。次、あなたはそのことに対してどうしましたか。すべてに丸を据えてください。これはですねやっぱしねこれですね5ですね5、三重県人権センター等で相談した、ここに丸をつけてね、まあ、実際三重県人権センター等に相談したらいいと思いますね。その他ここにはね、まあ、ブラック解放同盟三重県連とかなんかそういう風に書いておいたらいいんじゃないかと思います。次、鋭意のそれぞれについてあなたにも考えに近い数字を選んでください。人権問題は自分にもうこれも1ですね。差別をなくすために自分ができることを考え、もちろんこれも1ですね。差別を受けた経験、あ、これも1ですね。将来子供が結婚したい相手が被差別部落出身だった場合、出身であることを理由に反対はしない、これはもうもちろん1でしょう。同和地区の住民に限定した施策を行うことは逆差別だ、あ、これはねこれはもう、あ、これは引っ掛け問題ですね。これは4ですね。これは引っ掛け問題です。ここで1ってやっちゃうとね糾弾されちゃいますからね、4ですね。次、ブラック問題を学習ごとにすることについてどう思われますか。あなたの考えに近いもの、丸をつけてください。学校で学ぶ必要が、これ丸ですね。保護者が、これ丸ですね。学習経験があり学んでよかった、これも丸ですよね。そっとしておけば、あ、これは引っ掛けです。これは丸しちゃダメですよ、ダメですよ。ブラック問題、あ、これも丸しちゃダメですね。あと、すでに知っているのでそれ以上、あ、これも丸しちゃダメです。だから正解は1、2、3、4に丸ですね。それ以外に丸しちゃダメですよ。学校でなどの発言やこれらの言葉のインターネット上の書き込みがあります。このような状況についてあなたの考え方に近いものに一つに丸をつけてください。これはやっぱし1ですね。それ以外に丸つけちゃうね意識が低いと思われちゃうので。人権に関わることについてお子さんと会話することはあります。これはもうよくあるでしょう、よくやってない人は今からでもよくやった方がいいですね。次、第8、過去5年、園、小、学校、PTA、自治体、人権団体等が主催する人権問題の講演会、研修会、懇談会、交流会などに参加された人数について、これはもう1ですね。10回以上ですね。10回以上行ってない方は今からでもね行って10回を超えたことにしてください。で、ご自身を差別を受けた経験はありますか。もうこれはあるですね、あるですね。まあ、内容については、まあ、それは例えばね、なんか童話とか言われたとか、そういうふうに書いたらいいと思いますね。次、10、もしご自身やご家族が新型コロナウイルスに感染したら、
健康面以外でどんな不安を抱きますか、当てはまるものに丸をしてください。これはやっぱしね、ちゃんと意識高く持たないといけないので、1ですね、差別や嫌がらせを受けることには心配しないといけないですね。あとは、ああなるほど、2、3、4、5、6、これはもう1から7まで丸ですね。人権問題や差別、教育や研修などのことについてお考えを自由にお書きください。これはね、もっとやってくださいですね。特に解放同盟の委員長の方とかね、実際出てきてご自身の体験を話してほしいとか、まあ、そういうことを書いたらいいと思います。ということで今日はね、伊賀市人権問題に関する保護者意識調査について、この模範回答というものを解説いたしました。こういうものはね、やっぱりこの正解というのが実はあるので、それを間違えないようにちゃんと回答した方がいいんじゃないかと思います。ということで今日のね、啓発される動画でした。